はい皆さんこんにちは。えー、ちょっと昨日の動画で、ちょっと話、追加する話があるので、まあビットコインのチャートをね、まあ表示しながらちょっと話していくので聞いててください。短い動画になるので。はい。えー、昨日、おとといと、あの、マウントボックスの話したじゃない。あの、13万7000ビットコインに持っているから、それ全部売り切だぞっていう話。で、その前の動画では、あのメールが届いていて、 ゴックスのの,あの顧客が受け取っているメールの話したじゃないですかだからあのそれがね今日分かったことなんだけど、はい、23年中にあの現金で返済するって話だからあのビットコインを送ってあの返済するっていうわけじゃないって話これ。ということはあの昨日見したまだ動いてないねって言ったビットコインの数相当あったけど。 あれれが現金化されるわけよ、うん、で23年中だよ皆さんだからあのイケイケにならない方がほんといいと思うよ俺、うん、でこのチャート見ても上目線はずっと上目線って言ってきてるんだけどさこの時間軸ちょっと気にした方がいいほ、うんとにでだって1ヶ月しかないからねあと、うん、1ヶ月ちょっとでしょ23年中って言ったら。<laughs> うん で返済始めるって言ってて言んだからさまあ、あの何の話かわからない人は概要欄の一番上にリンク貼っとくのでその動画を見てほしいね、うん。ということでまあ、ちょっと短い動画なんだけどさあの急いで話しといた方がいいかなと思って、うん、だからこのまあ時間軸、うん、この気にした方がいいこれ本当でこのあの前から言ってるこのオレンジのラインがどれだけ重要かっていうか俺が注目してるってことで重要かっていうよりも。ねうん ここうう行ってこう行くでしょでこう来てさね1ヶ月ぐらいさ、ね、上でさ揉んできてさ下に落としてくるかもしれないよだから、うん、まあやっぱりねアルトコインとかもねあの今はもうイケイケにならない方がいいもう仕込んでしまったやつはいいけどさ今から買うとかやないね、うん、と思うよはいということでまあどうなるかはわからないけど一応内容的にはこれ事実の話だから いつ本当に行われるかは分かんないけどそういう話になってるうんはいだからまあ以上かなあとそれとあのー、昨日話したあのイーサリアムのあのー、なんだ分裂装置じゃなくてさ内部告発の話だけど少しちょっと間違えたね俺あの意,味意味間違えたんだけど、えー、その内部告発をしようとしてしようとしたところあのー なんだ規制当局っていうかあにあの冤罪であのパクられて要は冤罪だよね、うん、で起訴される手前でそれが下ろされたみたいな話になってるね、うん、で結局なななんか出てきたみたみいい感じじゃないのあのあ話はあだからあのビダリックたちを詐欺であの訴訟あ告訴しようとえ起訴しよう起訴しようっていうかだから被害届出そうとしている中で そらく、うん、あのー、なんだ FBI か分かんないけどさ、うん、あいつらに柄持ってかれたってことで柄持ってかれたんだけど例えばに日本だったら48時間でパイになって出てきちゃったってこと、うん、それのアメリカバージョンで今起訴しようとして準備してるってことだねイーサリアムのあのー、ビダリックとなんとかってやつを、うん、だから腐敗しているって言ってるなあの本人はねそういう内容だねきっとうん ちょっと昨日意味間違えちゃったからさ修正訂正 <laughs> かなって感じですはいまあ、この話何の話か分かんない人はね概要欄の一番上のリンクをねあの動画を見てくださいはいということでまあ一応そういうことで失礼します。